ノルウェージャンフォレストキャットは猫の品種の一つである。原産はノルウェー、スカンディナビア半島を中心とした北ヨーロッパで非常に寒冷な気候にも適応する長毛種。ノルウェーではよく知られた存在で、スコグカッテル、スコグコターもしくはスコウカッテル、スコウコターと呼ばれている。スコグとスカはどちらも森に対する言葉でノルウェーの方言によって この形が異なる。また、この猫についてよく知る人は、特性から、ノルウェーの森林猫の意味のノシックスコグカット、ノースクスコグコットと呼ぶ。原産地域の寒冷気候への自然適合として、起こった非常に古い種類の猫である。メインクーンと長毛種の満頭の猫の先祖である。 人間がトルコから運んできたターキッシュアンゴラと地元のショートヘアーの後輩により誕生した塔の説がある。女神フレイヤと牽引する二頭の猫神話に登場する猫の伝説として、雷神トールでさえ持ち上げることのできなかった猫の話や女神フレイヤが車を引かせるために二頭の猫を用いた話があり、これらのモチーフとして考えられているのがノルウェージャンフォレストキャットである。 どちらも体育の大きさをモチーフとしているように、ノルウェーの厳しい寒さの中で生きていくために厚い紐を持つ大きな体へと発達した。雪原を歩くために指の間にタフトを蓄え、これらは漢字器のような役割を果たす。ノルウェーで広く愛されており、1930年代までは品種としての認識ではなく普通の飼い猫という認識だった。 少数のスコーキャッターにより、ドイツの省に出陣されるなどされていた。その後、第二次世界大戦を契機とし、小規模だったノルウェーのキャット商業界では、頭数の減少が問題となった。これを受けて1970年代に、頭数の確保に対する意識が高まり、1979年にアメリカへ渡り、1984年に正式に、 品種として公認されて世界へ向けて発信されるものとなった。雪上のノルウェージャンフォレストキャット、ノルウェージャンフォレストキャットの毛皮は寒さから保護するために厚手でふわふわと下に相乗になっており、タフトのある耳と基部が太く、先細りの尾は長い紐に覆われている。彼らのトーティシルキャリコなどの毛色の毛皮は、その外装が荒く内装の密度が高いために、 基本的に水を通さない仕組みである。体重は、性病のオスは4.5から7 0キログラムほどで、メスがそのおよそ半分くらいの3.5から5 5キログラムで、比較的大きめである。後ろ足は前足より長く、腰高で骨格も太い。彼らは人間との交流を楽しむ、非常に知的で遊び好きな猫である。彼らの愛称のウェジー、ウィージェイは、 英語の言葉を短縮された言葉でアメリカで呼ばれたことが発祥である。ノルウェージャンフォレストキャットはメインクーンのように知的で強くお茶目な品種である。寒冷な環境によく適し、高貴なハンターの面を持つ。また、屋外を非常に好み、人とじゃれ合うことを非常に楽しむ。他の飼い猫と交流を持つと、時々そこへ行く。非常に忍耐強く。 簡単な圧迫に屈さない。ただし寂しがり屋の側面も持つため、長時間の外出などには注意を払う必要がある。屋外の彼らは木によじとをることで、高い視点から周囲を理解する。また、木に登ること自体も楽しむ。屋内では、本棚や家電製品などの高いところに登ることに、得てして興味を示し、こうした屋内での行為は、野生の名残であり、また、 家の中での自身の地位をアピールするためのものと考えられている。ありがとうございます。